浜ゆっこです。ひでゆきです。今日は楽天の SPU についてお話ししますの巻。はい、楽天の SPU に新しい仲間が追加されたので今日はそのことについて説明したいと思います。まず SPU なんですけど、 SPU とはスーパーポイントアッププログラムの略です。楽天のサービスを使えば使うほど楽天市場で購入した時のポイント還元率がアップしていきますよという制度です。楽天カードを使ったらプラス何倍、楽天銀行を使ったらプラス何倍みたいな感じでポイント還元率がどんどん上がっていきます。そのポイント還元率が上がるための条件に今回楽天ウォレットが追加されました。8月1日から楽天ウォレットで3万円以上の仮想通貨を購入するとその月の SPU がプラス 0.5 倍になります。ちなみに楽天ウォレットというのは仮想通貨の販売所です。楽天ポイントで仮想通貨を買うこととかもできます。仮想通貨をすでに毎月買っているっていう人はこれは嬉しいかなと思います。ただ僕は SPU を上げるためだけに仮想通貨を買うのはあまりお勧めできません。仮想通貨自体は僕は面白いなって思ってるんですけど、やはり仮想通貨は変動が激しいのと、今現在は投機目的で買われることが多いのかなと思うので、 SPU をたった 0.5 倍上げるためだけに買うものではないかなと僕は思っています。もし仮想通貨を今現在どこか別のところで買っていて SPU を上げるために楽天ウォレットに切り替えるとかならありかなと思います。ただ楽天ウォレットは取引所じゃなくて販売所なんですよね。取引所っていうのは人と人が仮想通貨を売ったり買ったりするんですよ。販売所っていうのは大きいところ、楽天とかが仮想通貨をがっさり仕入れてそれを欲しい人に売ったり買ったりするんですよね。なので販売所の方が手数料がかかるんですよ。で楽天ウォレットは販売所なので手数料が高いです。なのでまあもし僕が仮想通貨を買うんだったら楽天ウォレットは使わないですね。取引所にしますね。ということからもまあこの SPU を上げるために楽天ウォレットをっていうのはまあどうかなと思います。まあ悪い情報ではないと思いますよ。今までね楽天って解約続きだったと思うんですけど、今回のこの情報は間違いなくいい情報ではあると思います。ただ楽天ウォレットかっていう感じではありますね僕は。ちなみに楽天ウォレットを作ってみようかなっていう人はどこ得というサイトで調べてみると、ここに出てくるサイト経由で楽天ウォレットを作るとポイントがもらえます。ちなみに今現在だと100ポイントもらえるところが2つあるみたいです。これはね調べるタイミングによって変わってきますので、皆さんが作られる直前にどこ得というサイトで調べてみてください。で今日はね楽天ウォレットが追加されましたよっていうお話だったんですけど、それとはね別でちょっとおまけでね楽天の SPU の条件変更があったので、そちらも話していきたいと思います。それがですね、楽天パ社の達成条件が8月1日から変わるみたいです。いやこれはね解約です。今までは特ダネで100ポイントで条件達成だったんですけど、変更後は300ポイント獲得に変更されて、さらに今日のレシートキャンペーンで10枚以上審査に通過する必要があるようになりました。ただ僕は楽天パ社で条件を達成するのがめんどくさかったので今現在やってはないんですよ。なので僕にとってはね、まあ、どうでもいいんですけど、今回のこのね変更の条件はもうこれはね条件を達成させる気が楽天側はないんだろうなって思います。こんなめんどくさいことやりたくないですよね。だって、まあ、やる人はそんなねもういなくなるような気はします。という感じで8月1日から楽天の SPU に新しい仲間楽天ウォレットが追加されるんですけど、楽天パ社の方は条件が解約になります。最近の楽天は楽天モバイルに力を入れていて、他のサービスはどんどんね解約していってるんですよね。なのでこういう情報をキャッチしたら動画で配信していきたいと思います。もしよかったら今回の動画参考にしてみてください。 SPU の変更嬉しかったんですけど、楽天ウォレットかって感じですね。いや本当そうですね。そして楽天パ社の解約ということだったんですけど、最初の頃楽天パ社は秀幸やってましたよね。なんかねやろうと思ったけどもうねあまりにめんどくさくて、これを達成したところで SPU プラス 0.5 倍かみたいな、なんかそれがねあの自動でできるならいいんですけど、なんか毎回ね毎月毎月やらないといけないと思ったらちょっとね苦痛だったので、僕は楽天パ社はやってないですね。そうやってもう諦めてしまう人も結構多いかもしれないですね。そうですね、まあ、僕は基本的に楽天の SPU は一回設定したらもう何もしなくてもいいっていうものはやってます。それ以外はあんまりやってないですね。
なんか毎月毎月設定しなくていいやつって例えばどんなやつですか？楽天カード、楽天銀行、楽天モバイル、楽天証券、これくらいですかね。あとは楽天光とか。ああ、はい、確かにそうです、まあ、そうですね。まあちょっと楽天モバイルに力を入れてるので SPU が解約したりとかいろいろありますけれども、ちょっと今後に期待したいですね。そうですね。はい、というわけで本日は楽天の SPU についてお話ししました。浜井子と秀之がお送りしました。チャンネル登録、そして高評価ボタンお願いします。あなたのいいねが私たちの動画作りの励みになります。またね、バイバーイ。バイバーイ。